こんにちは。茶分の親父でございます。とか言ってスキッとしてまいりました。今日はなぜ、セピア用かと言いますと、クラシックギターが出てきました。ニューライトギターというやつらしいんですけど、誰かにいただいたものですけど、物置を片付けてましたら出てまいりました。これでちょっと懐かしいクラシックなど、昔はこういうギターピースというのがありまして、川合楽器さん、鎌さんがまだ勤める前ですよね。高校時代買ってまいりまして、例えばこう愛のロマンス、主題と変奏とかっていうやつ。昔河合楽器さんに引き出しの中にこうギターピースがあるわけですよね。そして、あ行だったか ABC だったか知らないですか。その引き出しを開いて、それで買ってくるわけですけど、まあ一部しか残ってませんけど、まあ本当に難しいやつ。例えばこれ愛のロマンスっていうやつ、チラッと、練習不足ですね。その中で、僕が一番最初に覚えた、今でもなんかこう感触が残っておりますけど、グリーンスリーブスというやつをお聴きいただきます。大好きな曲です。またお会いしましょう。